長野県の皆様、こんばんは、ヤミーです。5月のテーマは信州を代表する調味料を使ったアレンジメニュー。御開帳で盛り上がりを見せる善光寺門前の調味料が登場しますよ。今日作るのはガーリック七味ライス。いつものガーリックライスをビビッと刺激的にアレンジしちゃいましょう。今回使用するのは赤い缶でおなじみ八幡屋磯五郎の七味唐辛子です。今日も楽しく3ステップクッキング。ステップ1、具材の下準備。牛肉は2センチ角のサイコロ状にカット。ご飯はボウルに移し、蒸気を飛ばすようにほぐしておきます。ご飯の蒸気を飛ばしておくと炒めた時にベタつきにくくなるんですよ。ステップ2、炒めます。フライパンにオリーブオイルをひき中火にかけ、ニンニクを加えてきつね色になるまで炒めたら、キッチンペーパーに取り出しておきます。空いたフライパンに牛肉を加え、表面に焼き色がつくまで炒めたら、ニンニクとご飯を加えて炒め合わせます。ステップ3、仕上げ。フライパンに塩、七味を加え、さっと炒めたら鍋肌から醤油を回し入れ、上にバターと小ネギをのせます。蓋をして火を止め、バターが溶けるまで30秒ほど蒸らしてからしっかり混ぜ合わせ、器に盛り、炒めたニンニクを散らせば完成です。作っている最中から食欲を刺激するガーリック七味ライス。いつものガーリックライスがごちそうに大変身の一品です。テレビの前の皆さんも3ステップで簡単ヤミー。公式ホームページでは過去に放送したすべてのレシピがご覧いただけます。炒め物にはやっぱりガスの火力ですよね。強い火力で料理を美味しく作るのがガスコンロの魅力。急速な加熱で素材の旨味をぎゅっと閉じ込めます。また鍋を振る料理や炙り料理の時は高温モードにすることで強い火力で調理できるので、炒め物などに最適です。皆さんもガスで美味しい時間を過ごしてみませんか？プレゼンテッドバイ長野都市ガス。